今週のラインナップです。トピックスでは中央区民カレッジ入学式と京橋地域児童館祭りの様子を、フロム広報誌のコーナーではハッピー買い物券、プレミアム付き商品券の販売について、サークルだよりではダンスサークルコスモスをご紹介します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡辺聡子です。まずは今週のトピックスをお伝えします。5月8日金曜日、中央区民カレッジ入学式が日本橋公会堂で行われました。中央区民カレッジは区民の皆さんの生涯学習活動が充実したものになるよう、学習の成果を地域に生かすことを柱とした単位制の講座で、今年は78人が入学しました。式典では学長の矢田義秀区長が挨拶。しっかりと学んで視野を広げ、かけがえのない人生を楽しんでくださいと新入生に激励の言葉を送りました。式典に続き、中央区にゆかりのある徳川宗家18代当主徳川常成さんを招き、江戸の花日本橋をテーマとした記念講演が行われました。中央区民カレッジは地域の歴史や趣味の講座などの学びのコース、シニア世代を対象としたシニアコース、地域でボランティアとして活動する方を養成する生涯学習サポーター養成コースの3つのコースが設けられていて、5月9日土曜日から講座がスタートしました。5月10日日曜日、越前堀児童公園で京橋地域児童館祭りが行われました。子どもの健やかな成長などについて国民全体で考えることを目的とした児童福祉週間にちなんで毎年行われている児童館祭り、この日は世界旅行をテーマとしたイベントが開かれました。こちらは池ドイツへゴール、高得点目指してシュートを放ちます。的に当てた子どもたちは嬉しそうにスタッフとハイタッチを交わしていました。こちらはパンダの帽子作りのコーナー。用意された紙の帽子に目と耳、口を貼り付け完成させます。出来上がった帽子を早速かぶってポーズをとっていました。このほかエジプトや日本など世界各国をモチーフにしたゲームも行われた。この日子どもたちはさまざまな形で世界を体感しながら晴れ渡った春の一日を楽しんでいました。いいですね、地域の人がみんなで集まって協力してやってる雰囲気がいいと思います。いろいろ景品とかあって楽しいです。楽しかった。この子たち今まだ友達と遊ぶような時期でもないので、こういう場があるとすごくありがたいです、はい、ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いては中央区の広報誌、区のお知らせ中央からさまざまな情報をピックアップしてお伝えするフロム広報誌のコーナーです。今回は5月11日号の8面に掲載されたハッピー買い物券、プレミアム付き商品券の販売についてお伝えします。区では区内中小小売店などへの支援を目的として1万円で1万1000円分の買い物ができる区内共通買い物券ハッピー買い物券を5億5000万円分販売します。販売日時は6月21日日曜日、午前9時から午後5時までで先着順です。販売場所は区役所8階大会議室などご覧の5箇所です。購入は16歳以上の区民の方が対象、1人1回限り5冊までです。
購入時は運転免許証など本人の住所と年齢が確認できる公的機関が発行する証明書の原本をお持ちください。使用期間は6月21日日曜日から平成28年3月31日木曜日まで。ご覧のステッカーを掲示している区内の中小小売店で使用することができます。また今年度は中央区商店街連合会がプレミアム付き商品券を2億4000万円分販売します。このプレミアム付き商品券は1万円で1万2000円分の買い物ができ、グレーの500円券16枚、赤の500円券8枚のセットです。中央区商店街連合会加盟店のうち、商品券取扱店として登録した店舗で使用できます。赤の券はデパートなどの大規模小売店でも使用できます。購入には事前申し込みが必要です。所定事項を記入の上、往復はがきでご覧の宛先までお送りください。締め切りは5月26日火曜日、当日消し印有効です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。当選、落選の返信はがきは6月20日土曜日までに送付します。プレミアム付き商品券の販売日時、場所はご覧の通りです。使用期間は7月1日水曜日から12月31日木曜日まで。ご覧のステッカーを掲示している店舗で使用することができます。なお、ハッピー買い物券、プレミアム付き商品券とも公共料金や税金の支払いをはじめ、ご覧のような商品の購入や取引には使用できませんのでご注意ください。ハッピー買い物券については商工観光課中小企業振興係まで。プレミアム付き商品券については中央区商店街連合会プレミアム付き商品券事務局までそれぞれお問い合わせください。続いてはサークルだよりのコーナーです。このコーナーでは中央区社会教育関係登録団体として活動している皆さんを紹介します。今回はダンスサークルコスモスの皆さんの活動をレポートします。築地社会教育会館にやってきました。区内には学術、芸術、スポーツなどのさまざまな社会教育関係登録団体があり、幅広い分野で活動を行っています。今回はダンスサークルコスモスの皆さんの活動をお伝えします。ダンスサークルコスモスは無理なく体を動かすことで心身ともにリフレッシュするレクリエーションダンスのサークルです。長年活動を続けているサークルで現在12人が参加。奥野忠恵先生の指導のもと和気あいあいとダンスを楽しんでいます。失礼します。皆さんこんにちは。普段はどういう活動をしているんですか？はい、普段はですね、それまで練習した曲とか、その習熟度によって先生がまた新しい曲を教えてくださったりしております、はいはい、レクリエーションダンスっていうのはどういうものなんですか？はい、年齢に関係なくですね、どなたもすぐに溶け込めて、そして踊ってる本人をとか見てる方も楽しんでいただけるダンスだと思います。私ダンス経験ないんですけどこんな未経験でも大丈夫です。どうぞご心配なさらず安心して。はい、ご一緒にいかがですか？じゃあよろしくお願いします。まずは準備運動を行って体を念入りにほぐします。1
続いて練習に混ぜてもらい、奥野先生に振り付けを教わります。ボックスって言います、はい、箱のように歩きます。そうです、はい、横から3、はい、横後ろ横前、はい、5、6、どうぞ。一通り教えていただいた後、早速挑戦。簡単なステップや身振りを覚えるだけですぐに踊ることができるのがレクリエーションダンスの魅力。私も周りの皆さんの振りを真似したり、奥野先生の指示に助けてもらったりして、なんとか踊れるようになりました。さあ最後までいきましょう。スナップチョン。はい、できました。コツは何ですか？こう上達する、やっぱり曲に乗るってことかしらね。だから知ってる曲の方がやっぱり乗りやすい。あ、そういうのあるんですね。一曲ダンスを踊ったところで、メンバーの皆さんにサークル活動についてお話を伺いました。アットホームで親切で、初めてだっていう方もぜひいらしてくれたらいいなと思います。本当に皆さんいい方いらっしゃるしね、よく教えていただいて、わからないながらもなんとかついていきますんですけども、もうちょうど10年経ちまして、何しろ楽しくて、もう感謝感謝 で、 あ、そうですか。だからもう40年ぐらい、もうここに来てると年忘れて、その時は本当にそれに集中して楽しく過ごせます。最後は皆さんで輪になる曲を踊りました。初めて参加した私も楽しいひとときを過ごすことができました。園の中へ渡辺さん歓迎、歓迎、はい、ありがとうございます。いや、なんかすごい最後皆さんと一体感になれたような気になりました。楽しかった、ありがとうございます。そう、嬉しかった。今日はどうもありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか？はい、実は私、はい、ダンス苦手意識があったんですけれども、今日皆さんの本当に優しい雰囲気のおかげで楽しくダンスを身近に感じることができました。 では最後にこちらのサークルの今後の抱負を教えてください。リズムに合わせて体を動かす、そんな中で、心身ともリフレッシュしながらですね、楽しい時間を過ごしていきたいと思います。これからも皆さんに楽しんでください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ダンスサークルコスモスは築地社会教育会館で毎週木曜日午後3時から5時まで活動しています。詳しくはダンスサークルコスモスまでお問い合わせください。私たちダンスサークルコスモスでは会員を募集しております。一緒にレクリエーションダンスを楽しみましょう。不慣れな私がステップを一つ踏むたびに、皆さんが心の距離も縮めてくださる感覚を肌で感じることができました。誰でも気軽に楽しめるレクリエーションダンス、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。なお、中央区社会教育関係登録団体について詳しくは、文化障害学習課障害学習係までお問い合わせください。以上、サークルだよりのコーナーでした。中央区からのお知らせです。消防団は火災や大地震発生時に地域防災の要として活動しています。災害から我が町を守るため、皆さんの入団をお待ちしています。入団資格はご覧の通りです。詳しくはご覧の各消防団本部までお問い合わせください。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。いかがでしたでしょうか。今回はここまでです。次回の番組の更新は5月24日日曜日です。それではまたお会いしましょう。